はい、例題3に進みます。ある年の6月15日がこれが木曜日でしたということができます。で、この年の括弧1は、9月10日ですね。9月10日が、何日目、何日目ですね、を聞いています。さあ、月が飛んでますね。7月、8月が途中に入っています。じゃあ何日あるか足しましょう。すると、まず分かりやすいのは9月ですね。6、7、8、9とあるので4つに分けましょう。いっぺんに行こうと思わなくても大丈夫です。分かりやすい分から探します。もう9月10日あるね。これ10分かります。これ9月、8月、7月、6月。さあ、覚えてますか？7月、8月はそっくり全部入ってますよ。31、31。そして6月、これを発表最後にした理由は、さあ、この15日からここから数えて何日目ですから、これが入ります。ですので、まず6月は全部で30日、これいいですか。そして15を引いちゃうと、実はこの日がなくなっちゃいます。ですから14までを引きます。ですから16日がこの6月中が入ってきます。これを全部足すと、88という数ですね、になります。この初日ですね、これが入るか入らないか、これで数字変わってきますので、ここは注意をしてください。そして括弧2、はい、日付が同じですね。ではこれを利用して何曜日を出しましょう。はい、では88がもう出てますので1週間であります。はい、すると12余り4ですね。さあ、この周期は木金土日月火水と、そして余りが12345660ですね。これは、規則性のところで散々やってますよね。ぐるぐる回っている。このように余りに合わせて数字を打つと、そっくりこれがこのまま使えます。ですから今回余り4ですので、これが答えとなります。日曜日、ね、こういった、カレンダーの問題は1週間という周期を持った問題と思ってやっていくわけですね。そしてカッコ3、はい、カッコ3は戻ります。はい、60日前ですから、やはり60はありましょうね。もうこれ基本ですね。と8週間と余りが、やはり4でした。はい、でこの余りで今度は木曜から戻りましょうですね。123、これ1234ですね。で今度は戻りますから逆にします。すると、日曜日が出てますね。ここも日曜日ですね。日曜日だそうです。日曜日になりますね。60日前なので、この木曜の位置が同じですね。
木曜から数えて何日目ですから入ります。3番は、60日前ですね、1日前が雇用で、これが1日前ですから、これが1日ですね。この当日の扱いに注意をして解いていかないと1日狂っちゃいます。これが重要なポイントだったでしょう。